日本テレビがですね、この自民党総裁選については、自民党員の名簿をくすねたくすねたえで、ー、とどっかから入手したんじゃないかという疑惑、疑惑が深まっております。自民党の党員名簿と言いますと、やはり個人情報でもありますし、これを持ち出すのはそもそも難しい。なので、BS 日テレですかね、ですから、あの、真相ニュースか何かに出られた高市さなえさんが、えー、日テレさんは、 自民党員の名簿をお持ちなんですかと質問をして、まあこれがネットでバズっておりました。ズバリ、高市様へ質問とかっていうことで、実際のところ、世論調査をして、これは日テレの方の発表としては、電話調査で自民党員ですかあるいは党友ですかという質問をして、党友ですあるいは党員ですと答えた人に、という設定、設定になっています。ただ、に 自民党員の総数と日本国民の数からしたときに、えっと、日テレさんは10万人規模の今日調査したんですかと。すごいですね。10万、10万件も電話したんですかまあ、ということが疑われております。よって、どっかから自民党員の名簿をぬ、借りてきた、仮パクをしたんじゃないかということで、これがどうなのかっていう意見あるんですけれど、あそこの親分って、 鍋つねですよ。あ、渡辺つねおさん。何でもありっちゃ何でもありなわけですよ。だから、見逃せっていうつもりはないですけれど、これ明確に何かルール違反になってるかっていうと、うん、その流出させた人が問題なのかなというところで、これは泳がしとく案件かなと思っております。どこから鍋つねさんですか鍋つねさんですかっていう感じ。あれはよくお調べになってますね。外れたらどうすんだよ。とかね。とか。あるいは、もっと具体的に言うと、 どっかの業界団体、あら、言っちゃった。<laughs> わかんないですよ。わかんない推測です。推測なんですけれど、私自身もマーケティングをやった時に、いろんな調査を自分自身でもやったことがあって、で、その時に、電話して、たまたまそこでヒットすると、誰、誰か関係者、誰か関係者教えてください。党員、党友いませんか <laughs> これやっちゃうと、本当は統計として全く意味がないんですよ。あくまでランダムで、もう、手当たり次第に声をかけて、そこから対象者を拾っていかなければ、 本当の意味でのサンプル調査にならないんですけれど、まあ、とりあえず自民党員集めたけど、あ、自民党誰かお友達、誰か友達を教えてくれるかな <laughs> 自民党員の友達は、みんな友達、友達の輪、状態でやった可能性もあるので、ここはあまりほじくり返すことのことじゃないのかなとは思います。ただ、日テレが、日テレの看板で出している情報なんで、そこそこ、そこそこ正しいですし、あそこの親身は、結局、なべつね、なべつねさん。 というところで、そこそこの信頼性は高いんじゃないかなという、この世論調査、えっと、この3連休、敬老の日を含めた3連休の前後しまして、ほぼ毎日のように報道されておりました。この中から微妙な変化が起こってるんで、これ皆様と共有しておこうと思います。サメディーサメディーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、まずはですね、連休初日。 ですね。9月14日の日テレニュースはこのようになっておりました。自民党総裁選、独自の党員・党友調査で、ね、独自の党員・党友調査で、まあ、これわざわざ歌うという時点で、うーんって感じ。<laughs> うーんって感じ。独自、独自で調べましたってやつ。オリジナルオリジナル。で、支持率1位に石橋、2位は高市氏が小泉市を逆転、候補の受け止め方、えということでして、 これは日本テレビのスタジオで、えー、まあ9、9人の候補がやり取りをしたということなんですけれど、このように、当初、この世論調査において、高市早苗さん、それほど高くなかったです。支持率,支持率が。まあ、現役の閣僚ということもあって、出馬表明が遅れた。これも手伝って、当初は5位とか6位とか、そんなところでした。ただ、これ、出馬が決まりまして、 えー、高市さなさん、調べてみると、いきなり3位。2位にはなかったんですけど、3位になっていました。それがこの9月14日に2位。2位になっていたということで、小泉レジ袋さんと逆転。あ、間違えた。小泉慎次郎さん。小泉慎次郎さんを逆転したということになりました。圧倒的に高い国民支持率というか知名度ながら、なぜ、あ、すいせ礼、手が滑った。 ほうほう。レジ袋さん、レジ袋さんが上がったかというと、まあこれも答えレジ袋さんそのまんまじゃないかなという気がしております。SNS 空間においては、まあこれはメルマガメンバーシップの方で私皆様に伝えていることなんですけれど、ソーシャルフィルタリング。まあこれ SNS が普及し始めた最初の時から言われたことなんですけど、どういうことかというとその人間関係によって情報の正しさ、妥当性をチェックする ソーシャルルフィルタリングもう社会的なつながりにおいてその人物を規定する、まあ、評価を下すこちら小泉進次郎さんを支持されているという「楽天モーバーアイル」が赤字でおなじみの三木谷博さん赤字額減ってるっていう話なんですけどね、まあ、初期投資と大変なんで今の日本には抜本的に変える気合いあるリーダーに人にリーダーになってほしい例えば開国規制の話についてだが細かい話は別にしてミクロとマクロの差だと感じている。 硬直化した大企業から成長分野にリソースをシフトしないと、日本企業経済は発展せず、貧しい国になっていくだろう。えー、細かい政策については必ずしも全て賛成するわけではないし、忠誠も必要だと思うが、小泉候補の明確な政策方針を打ち出した勇気には拍手を送りたい。えー、っと、もう、もはやすっかり大企業の三木谷博さんが、解雇規制についてお話をされている。うーんって感じ。う <laughs> んって感じ。だったらお前のところ楽天税どうにか。 ねえ。まあ、B2B の場合にはね、雇用契約じゃないのですが、楽天市場といいますと、当初5万円、月々5万円ポッキリって言っておきながら、その後いろいろな税金、税金というか、まあ、追加費用、トランザクションコストを増やしまくっていた楽天。まあ、ここが応援しているというところからすると、楽天という大企業にとってみると、小泉進次郎さんが掲げている政策というのは有利になる。 大企業にとって有利になるということが見えてくる。かなっていうところ。まあこれがあのソーシャルフィルタリングです。本来的にこの SNS というのは、誹を中傷、罵謗雑言ではなく、その人間関係において、いろいろな情報を得て、そして読み解いていく。まあそうした目的が当初あったんですね。当初あったんですけど、結局、有名人の覗き見、有名人の追っかけ、まあそれが SNS になっちゃって、ぐるっと回って、今今回の自民党総裁選などなど、各種選挙で、 この人が応援している。なるほど。なるほど。まあ、こういうものが分かるようになってきたということです。そして、高市さなさん、9月14日の時点で2位。2位じゃダメなんですか状態だったんですけれど、あ、2位じゃ3位か。あ、ダメだ。これ出ちゃうんだ。失礼しました。これで小泉慎二郎さんがえ1位 ?1 位2位, ?2 位なの ?1 位なの ?1 位。小泉慎二郎さんが1位ということでして、 で、こうなってくると、3位なので、高市さなしさんは、もう、ダメ。決選投票に行けない。ええー、ということなんですけれど、あ,あ果たしてどうなるか。ただ、これ、あの、どん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 変わっていってますんで、ただ、大前提において、まあ、このような数字、少なくとも SN、SNS を見ていったときに、小泉慎次郎さんというものの、評価というものが下がっている。しかし、その一方で、 日テレの方の調査の方では上がっている。すると、大前提に戻りますと、そもそもその名簿っていうのが正しいんですかっていうところ。えー、最初にお話しましたように、というかまあ噂というか想像の中でお話したことですけれど、特定の団体とかに頼っていたりとか、特定の人脈で調査をすると、結構結構その数字というものが現れまして、アベマテレビが独自に 砂町商店街で聞いたときには、高市早苗さんが1位だったわけです。ただし、これはもうもちろん、自民党員、自民党党員、党友以外にも聞いていますので、必ずしも、この日テレの調査とは分母が違うんですけれど、小泉慎次郎さんの評価がこれだけ起こっている中で、日テレの調査では上がっているという、こうしたところに、この世論調査を使った何か、 何かがあるんではないかという。まあ、これは憶測なんであくまで疑惑とだけしておきます。一方、この手の調査というものは <laughs> 複数のソースに当たります。と、まあまあそれなりの全体像がぼんやりとながら見えてくるかなっていうのが今度は jnn ですね。今日9月17日の世論調査っぽいものではこうなっています。えー、自民党総裁選 jnn の取材で明らかになった。国会議員の動向でトップは小泉進次郎氏。 あとを追うのは小林隆之氏ということで、これはニュース2 3の報道ですね。これでいきますと、国会議員の動向が367票で、小泉慎次郎さん、小林隆之さん、えー、50人。で、高市さなえさんが30人。そして石橋茂さんが30人というところで、えー、こちらは今後どうなっていくのか。と、日テレの方の最新調査が出ておりました。 それがこちらですね。あ、間違えました。立憲民主党でした。立憲民主党。えっと、こちらの方で言いますと、野田佳彦さんが、えっと、32%。ト、枝野幸男さん14%。<laughs> なんと。すみません。えっと、泉健太さん、最下位。現代表、最、最下位。なんかごめんなさいね。公開処刑みたいになっちゃいました。公開処刑みたいに。これ、裏番組の方でしたね。裏番組の方。 えっと、これが最新だと思うんですけれど、能登の方の。えっ、ー、と、それがこちらですね。えっ、ー、と、やはり石破茂さん、自民党の支持層で、石破茂さん、小泉進次郎さん、高市早苗さん、えー、ということなんですが、まあ、こうやって見ていくと、まあ、また今日も出るのかなと思うんですけれど、むしろ、これ、自民党の名簿を持っていようがいまいか、こんだけ毎回聞いていくと、 答えが変わっていくというよりは、これむしろ世論誘導してるんじゃないかなっていうことぐらい、ことすら疑われるようになってきますね。毎日のようになって電話してるってことでしょうただ、石橋茂さんがですね、今回の自民党総裁選において、かなり SNS で共有されてきたのが、何々を議論しなければいけない、検討しなければいけない、考えていかなければいけないという、自民党の中における玉川徹さん状態。 評論家。評論家。結論出さない評論家。そして小泉礼二袋さんの実力がようやく可視化された。まあ、その中でそれでも自民党がこのお二人を選んで決選投票になるんであれば、それはもうしょうがないんじゃないですかね。<laughs> ま自民党がそれを選ぶというところ。ただ、やはり SNS の反応とその他の調査結果とのズレが出てくるということは、まだまだわからない。えそして、 追い上げてきているこの幅からすると、高市さないさんの伸び率は高い。で、小林隆之さんもかなり伸びてきているわけです。JNN の調査を見ますと。ただ、この小林隆之さんに関して言いますと、ちょっと不気味なお話をしておきます。あの、論戦を見ていて、小林隆之さん、まあ、コバホークさんに、をやるなっていう感じは持ってます。持っているんですが、ちょっと気になる話題を皆さんと共有しておきます。 これは日経新聞の記事なんですけれど、推薦人の一覧というところを見ていくと、こうですね。そうそうたる顔ぶれがある、ある、えー、中曽根さんとかですね。まあ、いらっしゃるんですが、この中に、あの方お名前ないなっていうのがあったんですよ。こちら。同席は24人、福田達夫さんとかね。 まあ、吉田真二さんは安倍さんのところの、から出てきた方ですね。なんですけれど、特にこの福田達夫さんのお名前が推薦人にない。で、これについては、小林隆之氏推薦人に裏金議員はゼロ。出馬表明会見には7人が同席していたか、自民党総裁選。え、ということって、裏金議員が、まあこれはもう論外の話なんですけれど、 えっと、ここの方に、あれえっと、出馬会見出まして、福田達夫さんがここにいるっていうところは、コバホーク、コバホークを押して、若手を押して、とかっていうことだったんですけれど、これごめんなさいね。私の町場の経験で言うと、選挙とか怖くない、まあ平たく言うと世襲ですよ。世襲。親父さんがまだ商売やってこれ町場の話ね。 親父さんとか、おじいちゃんとかまだ、まだ元気で商売やってるところっていうのは、まあ、息子っていうのは傷つかないポジションにいるんですよ。いざ何か改革だとか、まあ、商店街じゃなくても何かの組合とかでも、やれ、改革だつって、やれ、ほらって言って、坊ちゃんたち暇なんで、あ、暇ってね、本業はあの、親父さんとかがやってくれてるんで、講演会とかがやってくれてるんで。で、そうすると、やれ、ほらって勢いいいこと言うんですけれど、じゃあ実際山本に立つのは誰かっていうと、 何の後ろ盾もない、世襲でない人間。自分で叩き上げて出てきた人間って、矢面に立たされるんですよ。うっかりすると。みんなやれやれって言ってから、誰がやるどう,どうぞどうぞどうぞって感じ。後ろ盾がある人間はいざなるとギュッと引っ張られるんですって。イメージですよ。イメージ。そこはちょっとやめとけと。お前の経歴に傷がつく。あ、そうですかそうですか やれやりええって出てって。気づいたら誰もいない。あ、これ待ち場の話。そんなのよくあるんですよ。私、世襲は批判しません。世襲というだけでは批判しません。しかし、あれ、ねあれだけこう、消しかけて、前に出てって、推薦人で記者会見で顔を売っておいて、で、いざコバホーク出るとなると、ああ、わかりませんよ。 わかんないですけど、町場の商売の中ではよくあること。後ろ盾のないもの、ポットでの人間というのは、一生懸命自分で積み上げてきても、ポッとはしご外されて、ガラ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 。自民党総裁選、長丁場の中でいろいろなものが見えてきて、高市さなえさんの支持率というものは上がる。しかし日テレの調査の方では、なんかあるところまで行ったらガラスの天井状態で頭打ちしているのかな JNN の方ではコバ・ホークさんが伸びている議員票は伸びているしかしその議員票が伸びているはずなのに記者会見にいた人間が推薦人名前を連ねていない裏金がというところなのかもしれませんが矢面に立たないことによって傷がつかないまあこうしたこといずれも今の時点では憶測が半分ぐらいですかねとしておきますけれどいろんなものが見える化させてこの次の 自民党総裁選だけじゃなくその次その次を見守る上において今情報が可視化されてるわけですよこれを我々は今この時代に共有しておくことによってこれ次の世代につながります、まあ、次の総裁選ぐらいまでね我々もなんとかっていうところなんですけれど対応に情報構造がフローからストックに変わりましたんで我々が発信していくことによって全てが残っていきますすると、 高市苗さ,さんを応援するにしてもあまり汚い言葉は使わずに精一杯に政策を伝えていくことこれを共有しておくとまだまだ次から次へと動いていきますので何かが起こるかもしれないいや何かが起こるんじゃないかな今度の3連休明けた時にんだか状況がガラッと変わっていることにうっかり期待してしまいます今日この頃でくださいす。